現地9月18日、米紙スポーツイラストレーテッドが2024年のスポーツ界で最も影響力のある50人を発表した。レブロン・ジェームズ、NBA ロサンゼルス・レイカーズやタイガー・ウッズ、ゴルフ、パリ・ゴリンで3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得したシモー・ネ・バイルズ、体操、ラが選ばれる中、MLB からは大谷翔平、ロサンゼルス・ドジャースとアーロン・ジャッジ、ニューヨーク・ヤンキース、 ではなく、ピッツバーグパイレーツの新人投手ポールスキーンズが唯一選ばれた。動画、大谷翔平の48号ジャッジの53号アーチをチェック。この人選に物言いをつけたのが、米メディア、エッセンシャリースポーツだった。昌平大谷とジャッジが無視された。今シーズンの両者はそれぞれ歴史的な活躍をしているにもかかわらず、 驚くべきことにスポーツイラストレーテッド誌の選ぶ50人に名を連ねなかった。レブロン、タイガー、シモーネラは世界的アイコンで今年のスポーツ界に大きく貢献した。ここに大谷とジャッジがいないのは奇妙と言わざるを得ない。しかもなんとスキーンズがリストアップされていると驚きを持って報じた。間違いなく大谷とジャッジはリスト入りの基準を満たしている。しかしリストを何度見てみても 二人の名前は出てこない。スポーツの歴史を変えようとしているのにだ。大谷は今年、50から50を達成するだろうし、ジャッジも53本類だと驚異的なシーズンを送っている。MLB 選手で唯一の選出となったスキーンズについては、チームが不調の中、一人輝いている。5月のデビュー以来、防安の新人投手は10勝3敗、防御率2.07。 126イニングの登板で158三振を奪っている。最初の21登板で奪った三振数は野茂秀夫、ケリーウッドラレジェンドに続いて歴代5位の数字だ。マウンドでの圧倒的な強さは信じられないレベルにあり、スポーツイラストレーテッド氏が選出したのもうなずけると評価。それでも、しかし、なぜ大谷とジャッジがいないのだ。と、 今年の MVP 候補2選手がいないリストに繰り返し不満の声を上げた。スポーツイラストレーテッド氏が選んだ2024年のスポーツ界で最も影響力のある50人、脳もな人物は以下の通り。レブロン・ジェームズ、NBA ロサンゼルス・レイカーズ、タイガー・ウッズ、ゴルフ、シモーネ・バイルズ、体操、ダン・ハーリー、コネチカット大学、男子バスケットボール部ヘッドコーチ、ボブ・ボーマン、 テキサス大学、水泳部ヘッドコーチ、ドーン・ステーリー、サウスカロライナ大学、女子バスケットボール部ヘッドコーチ、ジョゼップ・グアルディオラ、マンチェスター・シティ監督、トム・ブレーディー、元 NFL 選手、キャンディス・パーカー、元 WNBA 選手、リオネル・メッシ、インテル・マイアミ・エマ・ヘイズ、サッカー・米国女子代表監督、パトリック・マホームズ、NFL ・カンザス・シティ・チーフス、エンジェル・リース、 WNBA シカゴスカイカルロス・アルカラステニスエイジャ・ウィルソン WNBA ラスベガス・エーシズアンソニー・エドワーズ NBA ミネソタ・ティンバー・ウルブズマックス・フェルスタッペン F1 ドライバーポール・スキーンズ MLB ピッツバーグ・パイレーツスコッティ・シェフラーゴルフビクター・ウェン・バンヤマ NBA サン・アントニオ・スパーズトラビス・ハンター NCAAA コロラド・バッファローズコナー・マク・デビッド NHL エドモントンオイラーズジュード・ベリンガムレアル・マドリーアーリング・ハーランドマンチェスター・シティルイス・ハミルトン F1 ドライバービラット・コーリクリケットマイケル・ルービンファナティックス社 CEO, マーク・ウォルターロサンゼルス・ドジャース・チェアマンフロレンティーノ・ペレスレアル・マドリー会長ロジャー・グッデル NFL コミッショナー、アダム・シルバー、NBA コミッショナー、キャシー・エンゲルバート、 WNBA コミッショナー、厚生黒丸ザダイジェスト編集部。問題を報告。54、学びがある。89、わかりやすい。73、新しい視点。関連記事。何この悲しい記録。大谷翔平が持つ、現役ワースト。865、2ファン驚き。明日勝利で記録終了。早く止まれ。マジかよ。二度の満票 MVP なのに。 大谷翔平は2780分の1史上最強の逸材と米記者が強調。前人未踏の50から50まであと2本塁だ。1等塁にファンも共感信じられない現実とは思えない。過去に前例がない組み合わせ前人未踏50から50達成にハイペースで迫る大谷翔平に米記者驚学51本塁だ。52等塁のペース 最高の記録ロッカーが撤去された大谷翔平のドジャース23年に大ブレイクの若手投手をマイナーへ13度の登板で防御率は8.52シーズン初登板を。